国の内外で活躍したアスリートや県内のスポーツ振興に尽くした功労者を称える静岡新聞社静岡放送スポーツ賞の表彰式が行われました。スポーツ賞は今年度から静岡新聞社静岡放送のスポーツ担当者が日々の取材活動の中から表彰対象を選ぶスタイルに変更され、昨日は8人が表彰されました。 新たに設けられたスポーツ大賞は沼津出身でレスリングの森川美和選手に贈られました森川選手は去年のレスリング世界選手権女子65キロ級で優勝しています自分がパリに向けて代表内定して2024年パリオリンピックでしっかり金メダルを取れるように頑張っていきたいと思いますこのほか長年スポーツ協会の発展に尽くした人や 優秀な選手を育てた指導者なども表彰されました。